こんにちは、かほです。はい、今私は高知県須崎市の宗田山温泉という場所にいます。はい、で、ここに来る前はですね、フィールドライフという、冊子の撮影で3泊4日で四万十川を下っておりました。で、今回はですね、この宗田山温泉に宿泊する様子を、皆さんにお届けしたいと思います。はい、で、こちらはですね、そのフィールドライフという、紙面の撮影も兼ねてこの宿に泊まるというね感じです。はい、で、この宗田山温泉は1200年頃に、から続いている温泉ということで、とっても歴史のある温泉です。はい、で、今日はですね、ゴールデンウィークの最終日なんですけれども、空いているお部屋が2部屋しかなくて、で、1つがここ後ろに見えている、私のお部屋、離れですね。で、もう1つは本館なんですけど、本館は、撮影のスタッフさんたちが泊まるという感じで、ちょっと贅沢なんですけど、この離れにね、今日は宿泊するので、ちょっと、はい、せっかくだったら動画を回そうということで、はい、ちょっとこの豪華な宿に泊まる様子を皆さんに、見ていただきたいと思います。はい、ということで早速、お部屋の中入っていきましょう。はい、ということで中に入っていきましょう。私のお部屋はやわらぎというお部屋です。よいしょよいしょ。あ、すごい、なんだろう、これお湯を沸かしているのかな。はい、こういう感じの建物が隣にあって、はい、こちら私のお部屋です。で、なんかね、これ扉があるんですよね。パコンと。何の扉だろう。まあいいや。はい、とりあえず中に入ってみましょう。オープン。じゃーん。はい、こちらが玄関ですね。で、さっき外にあったこの扉はこっちにつながっていると。これ、ルームサービスとかですかね。夜ここにこう外から入れておいて、こっちからピックアップするみたいな感じかなと思います。で、もうさ、これ多分靴べらだと思うんですけど、小鳥の形をしてます。なんて上品な靴べらでしょうか。よいしょ。はい、で、上がっていくと、こっち奥が、あ、洗面スペースか。はい、洗面スペースになっております。で、これね、蛇口が2つ、これ1個2個あるんですけど、1つは温泉水で、もう1つが飲料水なんですよね。はい、なのでこっちはね、温泉が出ます。はい、そしてこっちがお手洗いと。お手洗いは、はい、こんな感じ、綺麗なお手洗いでございます。そしてですね、こっち、これは、洗面って書いてあるということはお風呂場のことかな。よいしょ、じゃーん。はい、お風呂場ですね。内湯というか、お部屋にもお風呂がついていると。開けます。うわー、すごーい。これ、お部屋についてるお風呂なんですけど、これ相当景色を見ながらお風呂に入ることができるという、最高じゃないですか。ただ、今回はですね、露天風呂だったり、大きい大浴場があるので、多分そっちに入ろうかなと思うので、こっちはちょっと使わないかもしれないんですが、すごい、内湯すごい豪華です。お部屋のお風呂豪華。はいはいはい、これは OK。 じゃあこっちに行きまして、次はこの扉の奥、メインのお部屋です。はい、では本日のお部屋見ていきましょう。行きます、行きますよ。オープン。うわー、
ちが、和室、あ、奥にベッドルームがあります。こんな感じ。うわー素敵。そして、こちらがテーブルの上に、あ、お菓子が置いてあり、四万十栗サブレ。なんかね、こっちの方は栗が有名らしくて、栗の焼酎とかもあるんですけど、そう、栗がね、有名みたいですね。で、上を見上げるとすごいなんかカゴの照明おしゃれです。テレビも大きい。そしてちょっとここも開けてみようかしら。じゃん。あ、これは金庫。そしてここは、あ、お茶っ葉とかが入ってますね。コーヒー、紅茶、ポット、はい、という感じです。で、こっち、あ、こっちは冷蔵庫で、よいしょ、こんな感じでお酒だったり飲み物が入ってます。これはね、有料だったはずですね。よいしょ、よいしょっと、はい。で、ちょっとですね、ここの宿のね、地図を見てみようかなと思うんですが、こんな感じです。今私がいるのがこの柔らぎっていうところですね。で、ここをこう出てこっち行くと女湯があります。ここ後でちょっとね入りに行きます。で、夜ご飯はまた別の場所でこうやって行って、本館に行って、あ、違う、本館から入ってこの食事棟というね、ここで夜ご飯をいただきます。はい。で、ちょっとね、まだ見せていなかったんですが、左側にはですね、テラスがあるんです。では行きますよ。こっち、じゃーん。ちょっと外出てみましょう。なんだこのおしゃれな椅子は。あー、すごい。よいしょ。はい、沢の音がね、聞こえます。わー、これ外は、あ、すごい沢がね、流れてるんですよ。わー素敵。こんな感じです。で、お隣がお風呂ですね。で、これね、ここに扉があって、これお風呂から上がってこっちでくつろいだりすることができるんです。はい、ということでね、こんな素敵なお部屋、一人で泊まらせていただくんですよ。スタッフさんたちはね、別のお部屋なので。うわー、もう贅沢すぎます。はい、それでは女性のお風呂入っていきます。さあ、女性風呂入り口です。はい、じゃあのれんをくぐって、こちらで靴を脱ぐと、そしてここが脱衣所かな。オープン。わー、広くて綺麗な脱衣所です。こんな感じで鏡があって、よいしょ、はい、こっちにロッカーがあるっていう感じですね。さあ、それではお風呂場の方行ってみたいと思います。こちらですね。オープン。あー、こちらが内湯ですね。あ、こんな感じでボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、メイク落とし全部揃っていて、こんな感じですね。で、こちらがお風呂
あ、宇宙広くてすごい素敵ですね。はい、そしてちょっとね、この窓の外も見えてるんですが、露天もあります。こっち、あー、川の流れる音がしていいですね。露天風呂、こちらです。はい、まずこちら側が低温風呂と書いてあります。ちょっとなんかまどろみの湯と書いてあるんですが、うたた寝とかしながら気持ちよさそうですね。あ、確かにちょっとぬるめです。そしてこちらがメインのお風呂でございます。で、これね、ちょっと水の流れる音が聞こえると思うんですけど、見えるかな、お風呂の奥、はい、沢が流れているんです。すごい気持ちよさそう。はい、では露天風呂入らせていただきます。よいしょ、あー、あったかい、気持ちがいい。よいしょ、ふー、はい、露天風呂すごく気持ちがいいです。で、あのゴーってね、音が聞こえてると思いますが、沢が目の前に流れていて、川の音を、ね、聞きながら入るお風呂、いいですね。はい、で、泉質はアルカリかな、あのちょっとぬるっと皮膚の表面がするような感じです。だからちょっとすべすべになるんじゃないかなと思います。あの3泊4日のカヌーのツアー中はお風呂ね、入れていなかったので、もうめちゃくちゃ気持ちがいいですね。最高です。はい、ということでお風呂上がって、この後は夕食です。お腹が空いているので夕食楽しみです。で、ここは離れのお部屋なんですが、夕食は本館になるのでちょっとね、移動します。はい、ということで夕食会場へレッツゴー。さあ、ということで夕食の時間です。まず一品目がこちらです。めっちゃ豪華な刺身盛りです。こちらは高知県ですので、名物のカツオのたたき、奥はハマチかな、そしてタイもあります。で、これは一人用ではなくて、フィールドライフというね、雑誌の編集さんとカメラマンさんの分もあります。まあ3人分でもね、結構多いですよね。はい、続いてはこちら、ツヤツヤのお肉と山盛りのお野菜。こちらは奥のお鍋でしゃぶしゃぶしていただきます。さあ、これは前菜とお寿司ですね。もうね、盆と正月が一緒に来たようなメニューなんですよ。さらにこちらはエビと野菜の炊き合わせ、そして天然アユの塩焼きに四万十うなぎのかば焼き、はい、そしてこちら揚げ物もね、すっごく美味しそうです。はい、お疲れ様でした。美味しい。よし、じゃあ刺身から行こう。行ってください。やっぱカツオですよね、高知に来たら。ポン酢だよね。ポン酢、はい、ポン酢とちょっとニンニクでいただこうかな。すごいな、名物全部、高知全部、うん、高知がやってきた。美味しい。確かに高知のなんか美味しいものを全部寄せ集めたって感じですね。美味しい。この赤鯛も結構美味しい。鯛が美味しい。牛肉。うまっ。
シャツがってさ、それに乗せてさ、なんかね、あれわかります？シナカバイソート、うん、雪の大学のあれ未だに生き残ってる。え、そうなんですね、うん、最大手がハトヤだったよね。ハトヤわかんないです。ギフ多分流れてなかったです。あギフじゃわかんない。じゃあそのなんかこんな魚持ってこんななってる、これ魚持って子供が魚持ってなんか知らない仲間虐待ぐらい知らない。いや多分もしかしたら視聴、まあ、関東の人が多いから見てる人は、まあ伊豆だからね、完全に関東だろうからね。へ伊東にあることはい、ありがとうございます。お刺身はよもぎなんだ。四万十色ですかこれは。いや、四万十色緑っていうのも違うか、四万十ブルーみたいな感じの、はい、そうでもなんか見てきた四万十川の色とちょっと近しい色。晴れてるからでも違うんじゃない。あ、本当だ、下の方に行くとすごい緑だ。いや川みたい、そこの方に苔があるみたいな。どうしても四万十川にこだわるの。四万十ゼリーみたいな。うん、おいしい。はい、ということで夜ご飯もう食べてお腹いっぱいです。もう今日はねよく眠れそうということで、はい、寝たいと思います。それではおやすみなさい。はい、朝ごはんです。これはこう定番の旅館の朝食という感じで、温泉卵にこれは煮物、サラダ、焼き魚という感じなんですが、すごいのがこちら、これをこの網で焼いていただきます。ということで今回は四万十川の川下りの後に宗田山温泉に宿泊する様子を見ていただきました。雑誌の撮影ということもありかなりね
豪華な宿で大満足でした。はい、次回からは登山の動画をお届けします。ということで今回はこちらでおしまいです。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。